皆さんどうも、T 島です。ですです。では今回もマインクラフトを続き遊んでいきたいと思います。ということで、村長、帰ってきて早々。悪いけどまた出かけてくる。なので村のことはあと任したよ。まあね、村長に任してもね、あんまり何もしてくれないんですけどね。ということで、まあ、そんなことはまあどうでもいいとして、今回エリトラですね。ちょっとエリトラ持ってくるの忘れました。エリトラを使ってですね、ちょっと海底神殿、まあ、静塚さんから地図をちょっと交易で手に入れたので、まあ、それを使って海底神殿をちょっと探しに行こうかなと。よいしょ。で、エリトラの方にも修繕と耐久力3、まあ、つけましたので、まあ、これを、まあ、持って、でこの地図ですね、まあ、自分もちょっとまだ見てないので、まあ、どこら辺の場所っていうんですかね、どこら辺にあるか、まあ、まだわからないですけど、まあ、ロケット花火ですかねを使うと結構長い間滑空できるみたいなので、まあ、これを利用しながら、まあ、ちょっと海底神殿探しに行こうかなと。で、シェルカーボックスですかね、あれも4つぐらいかな作って、で色もつけれるみたいだったので、ちょうど自分のスキンと同じ色ですかね、白と黒と青と赤、まあ、使ってる、まあ、スキンの色ですかねと同じ色のものを1つずつ作りました。で、まあ、その中には、まあ、ロケット花火であったり、あとはもう海底神殿用のやつですね、水中呼吸ポーションとかアンチポーションとかを入れてあります。で、一応この海底神殿行くこの地図が、さてこれはどっち向きとかっていうのがちょっとわからないんでね、まあ、とりあえず向こうが東なので、北があっちなのかな、北に向いて、北に向いてんのかなこれ、まあ、とりあえずちょっと一つの方向ですかねを向いてちょっと飛んで行ってみますかね。で、近場に、まあ、海底神殿の近場になんか大陸があるので、まあ、ちょっとした島ですね、まあ、ここに、まあ、拠点ですかね、ちょっとした仮拠点作って、で、まあ、海底神殿ですかね、攻略していこうかなと思います。さて、じゃあ一応とりあえず、じゃあ飛んでいきますかね。やばいやばい。で、一応何度か失敗したんですよね。で、まあ、それで、まあ、ちょっと練習して、まあ、飛べるようになりました。んーで、あとはもうこの地図に表示されているこの自分のいるところですかね。お、でかくなったっていうことはこの近くかな。いや、でもそんなに近くにある？ここは多分自分の拠点の近くの、まあ、ジャングルではないと思うので、まあ、別の場所っていうんですかね、まあ、今回でできればその海底神殿ですかね、見つけれれば一番いいかなとは思うんですけど、まあどこら辺なんだろうな。とりあえずでもなんか表示的にはちょっと近くなったみたい、ちょっとまあ大きくなってるので、自分のこの表示されてるこの丸いやつが。で、一応この花火も今のところこの飛翔時間1ですかねのものを作ってきたんですけど、お、ちょっと変わってきたかな。あ、メサがある。あ、どこだどこだどこだ、ちょっと待ってよちょっと待ってよ、こっちかな、こっちの海の方かな、もしかして。あー、遠くなった。ちょっとメサは自分も初めてなんでね、メサにもちょっと行ってみたいなと思ってたので、
こんな、まあ、近場ではないですけど、まさかメサがあるとは。まあ、ここでもね、ちょっと後からまたその建築材料ですかねをちょっと手に入れようかなと。さてどこなんだろう。あれ、メサがこんな近くにもう一つある。こっちかな、多分この方角じゃないかなと思うんですけどね。お、出てきた出てきた、やっぱこっちだ。おっと、こっちですね。ここがその大陸ですね。あった、海底神殿。さて、じゃあこっちに不時着しましょうか。よし、オッケー。なんとか来ることができましたね。で、一応このコンパス、帰りちょっと道に迷うとあれなので、コンパスも持ってきてるんですよね。で、ちょっと敵が湧かないように、ここら辺にもちょっと松明で湧き潰しをして、そうですね、それであの一応拠点の方ですかね、あの村のすぐ隣の方ですかね、城に向かっていく方、あっちの方のどれくらいですかね、約、まあ、半分近く森林をちょっと今伐採して、で、あのそこに建物なんか建てようかなと思ってるんですよね。で、そこの、まあ、使う、まあ、建築材料ですかね、それを、まあ、ちょっと集めようかなと。で、今回こっちの海底神殿の方に、まあ、やってきたっちゅうわけなんですけど、とりあえずベッドを置いて、こっちをじゃあリスポーン地点作っときますかね。結構なんか自分の中ではもうちょっと時間かかるかなと思ったんですけど、そこまで時間かからなかったですね。さて、ちょっとこっちのシェルカーボックスを移動させて、そうですね、海底神殿はちょっと初なのでね、まあ、ちゃんと攻略できるかどうかですね。そのために一応この装備ですかね、それも持ってきてはいるので、で、チェスト、あ、まあ2つで足りなくても、まあ木があるので、まあ作ることはできるのでね。で、大事なものはやっぱりしまっておかないと、いつ何時何があるかわからないんで。で、この中に、まあ、エリトラとかですかね、こうなくしたくないものを入れといて、アンデッド特攻もいいかな。さて、じゃあちょっと準備しますかね。水中呼吸ポーション、暗視ポーション、まあどれくらい使うかですね。暗視ポーションも持って、水中呼吸も4つ5つぐらいあるので、まあ、それぐらいあれば足りるのではないかと。で、あと攻撃力上昇ですね。で、まあ回復はもうこのチャーシューで回復させようかと思ってるので、で、一応とりあえず作業台とかですかね。んで、あとは大丈夫かな、効率強化3よりはやっぱり5を持っていきますか。で、食料も持って、なんかすごい音がしてくる、なんだあれかな、もしかして。で、この地図ももう預けときますかね。あとは大丈夫かな。そうですね、あとは大丈夫ですかね。ちょっと木伐採してあれ作りましょうかね、あのチェスト、海底神殿の中でもしそういうようなちょっとした休憩できそうなスペースを作れれば
まあ、一番いいですけど。で、作業台を置いて、で、まあ、チェスト2つあれば大丈夫かな。あとは木かな。これだけあれば十分かなと。で、棒を確かなんか持ってきてたような、あったあった。まあ、松明もね、そこまで、まあ、いっぱいあるので、まあ、使わないかと思うんですけど、一応とりあえず念のため持っていっときますかね。ベイクドポテトも持っていくとして、あとなんか弓はあんまり水中では効果がないみたいなので置いていきますか。で、まあほぼほぼ多分このダイヤのツルハシですかね。ツルハシでまあ確か壊していったりとかするはずだったので、まあそれ以外のツールはまあ置いてても大丈夫かなと。なので、まあ準備的に、あとバケツもとりあえず水抜きですかね、できるのであれば持っていっとこうかな。あ、で、あと扉、そうです、扉を作ってやれば確か水ですかね遮れたはずなので。いや、でもこの島に木材があったんで良かったですわ。なんか砂漠っぽいような感じだったんでないのかなと思ったんですけど、ちょうど砂漠と普通のなんかバイオームが半々で分かれてるような感じですね、ここは。よしよし、これで大丈夫そうかな。で、ちょっと扉もとりあえずは作っときますかね。まあ3つもあれば十分でしょう。さて、まあ、今回はまあちょっとその海底神殿ですかね、それを見つけようかなと思ってたので、まあなんとかまあ見つけることができたので、次回ですかね、次回この続き、ちょっと海底神殿、まあ初のまあ探索っていうか、まあ初めての挑戦になるんですけど、ちょっとやっていこうかなと。まあ装備の方もまあその水中用でせっかく作ったやつをやっと活用できる時が来たので、まあなんとか攻略して、で、確か海底神殿の中にはスポンジですかね、まあ、スポンジもちょっと手に入れたいなと思ってるので、まあスポンジ手に入れて、あとはまあその建築ですかね、する分に必要なものですかねが手に入ってくれればなと。で、1回でいけるのかな、とりあえず次回その挑戦して、まあ海底神殿攻略ですかね、終わったら今度メサが近場に2つですかね、結構近場にあったので、まあそこでまた粘土でしたかね、色付きの粘土、あれも、まあ、またたくさん集めて、まあ、持って帰ろうかなと。で、まあ一応滑空翼の方もそこまで耐久力は減ってないのかな。あ、そうですね、そこまで、まあ、修繕と耐久力3ついてるんで、で、確か牛の皮ですかね、あれで、まあ、修理ができるみたいなので、まあまあそれはまあまた拠点に帰れば、まあ、牛の皮もいっぱいありますし、で、まあ帰り際ですかね、もしかしたらこっちの森林探検家ですかね、をちょっと近場にあるのであれば、まあ、探してみたいなと。まあちょっと攻略できるかどうかわかんないですけど、まあ、今回はまあこの海底神殿発見と、まあ、次回はその海底神殿を攻略ですね、ちょっとやっていこうかなと思います。まあ、結構初めてなんで不安なところはありますけど、まあ当たって砕けるじゃないですか、まあ、砕けたらダメなんですけど、まあなんとか挑戦してみようかなと思います。ということで、今回はこの辺りで動画を閉じさせていただこうかなと思います。最後までご視聴していただきましてどうもありがとうございました。それじゃあ、またねー。